今の時間は1時47分。1시47분아침밥잘잤어요잘잤어나는1시간정도만잤어 맛있게먹겠습니다밥을거의안주긴했네아침이라서미나선내렸다자신야마데혼나내려나는가슴에대고뭔가아츠이플러스뭔가좀더텐토때쓰기시원세다나っていうのは여러분근육통어떻습니까근육근육통없어나는여기뒤에후끌어하기나피타다케보다무겁게갔어피타다케는7kg였는데다리가아프지근데올라가는건아무문제없습니다한4시에뜰거예요해가2시반에올라가면3시반에밥먹고좀잠깐쉬었다가바로올라가야지자미나사너버리마쇼쟁이생각이되네마쇼今登ってもう3分5分ちょっとだけど結構息がハハしてますあの酸素が薄いっていうのはすぐ感じます9号目の酸素で外国の方含めて結構何人かの方が酸素ボンベ使ってるのを見ててやっぱり高山病って意外とね誰にも起こりうることだなと思いますね私は昨日ちゃんと寝れてないんで今5分ぐらいゆっくり歩いたところ、まあ、手足の動きはいいけど息が苦しいのとあと手足が熱くなるっていうかちょっと変な汗かきそうな感じなのでやっぱりちゃんと休めてないのが原因かなと思いますでもみんななんかあまり慣れてない感じです今私のチームはこうやって8人8名が今上がってきていますちゃんと見えるか分かんないけどみんなヘッドライトつけて今登ってます前なんですけども今8合目7合目から出発した人もいるし9合目からも2時ぐらいからもう出発してるのでまあ渋滞までではないけど早くは進まないのでまあ無理して進まなくていいからむしろ今は良かったと思う今 3500m 付近あと 200m ちょいなんですけどここから溶岩が流れて生成されたような岩場が出てますここからは結構足場も悪いし一歩一歩のステップが不安定なので結構体力削りますねここ 9.5 号らしいですここから35分と出てるあともうちょっと本当の最後の酸素ですここから一気に登ります多分頂上寒いと思うけどそこでなんとかね耐えながら朝登る美しい日が今日見えたら嬉しいですねSuna Hama のような土が足の動きをすごい鈍くさせるけど、なんとか今3700m できました。今私が母言ってるのは演技じゃないです。これ多分酸素が薄いんだよね。3700m ここにある立派な鳥居を通過する瞬間です。ここまで来ました。鳥居です。ここが富士山の頂上の近くですね。ここを通ります。じゃあ、이게鳥居라는거고、神들이지나가는문이란뜻입니다。お、警備の方もいるね。ちょ、神に来るね。神様が呼んでますか？日本神。おはようございます。ここは頂上ですかね。富士宮の頂上。まだもうちょいですか？こっちから。ああ、20分ぐらい。わかりました。ありがとうございました。じゃあ、皆さん、富士宮頂上です。여기서해가뜨는걸봐도돼요。해가어느쪽에서뜨는거지？자볼게。동쪽저쪽에서뜨다。저쪽？예。저쪽에서뜨니까저쪽으로가도되는데나는제일높은켄가미네를갔다가는게나을것같아서이쪽그래요거기먼저가야돼수고들하셨어요민아사축하합니다수고하셨습니다
どこで見た方がいいか分かんないけど、どうせ回るなら今移動しましょうかね。30分ぐらい、あとちょっとなんで。今私たちは富士宮の頂上を経て最も高い頂上の剣ヶ峰に向かってます。今ここがおそらく噴火口だけど、3時半ぐらいなのでまだ見えないですね。あと30分ぐらいでも火が一気に昇ってくると思うので、それまでには着きたいと思います。じゃああと少しで剣ヶ峰、日本の一番高い富士山の頂上の剣ヶ峰に着きます。今までいろんな山に登って 3000m 級とか日本で2番目の高い北岳に登っても、頂上に行くっていうのが自分の満足と達成感だけがすごいやっぱり大きいってイメージだったけど、富士山の頂上は流れ星と星と、なぜかこの地球と宇宙の接点のような、そういう気持ちもしますし、お父さんが3月に来た時に次は日本の富士山登りたいっていう言葉がきっかけで山に登るようになったっていうのもすごい不思議です。私は自分がやりたいリストの中に山登りっていうのはまあ優先度すごい低いっていうか、そもそもなかったかもしれないんですけど、山が好きなお父さんが日本で富士山登りたいということが、どうしてもこれはちょっと叶ってほしいっていうか、それでちょっと私も山登りをするようになったんですね。ただ富士山だけが今登ってて、これだけが目標じゃないところにもすごい気づきました。山登り自体はすごい今楽しんでるし、今日日本に来て何の怪我もなく、いつも今はいいコンディションだよっていうお父さんのことを聞いて、頂上まであと少しで着くけど、いやもう本当に素敵な登頂ができて、これ以上幸せはないと思います。ここから見えるのは我々人間の光と星の光しかないです。すっごい綺麗です。本当に皆さんありがとうございます。いや入ってますね。日本最高峰富士山剣ヶ峰、3776m、 3時39분富士山정상에도착했습니다。감사합니다。자내인생에야산이라는팔자가없었는데아빠덕분에3개월동안등산열심히해서富士山아무문제없이와서너무감사합니다。와이렇게멋진등산을하다니최고입니다진짜。어떠세요아빠？수고했어。최고입니다진짜。야최고。나도너무보람있어요。너무좋아요。おめでとうございます。日本の一番高いところで向かう誕生日はどうですか？迎える誕生日。登れてよかったです。うん、本当よかった。一緒に登れて。あと日の出が見れたら最高です。ちょっと厳しいけど、まあ雲の上からは見えるか。そうですね。どうでしたか、サディさん。あ、すごいよかった。そうで。9号目からは酸素がちょっと薄かったんで、うん、ちょっと息が苦しかったけど、ね、天気良くて良かったです。沙織さん、皆さんで登れて良かったです。楽しかったです。お疲れ様でした。なんか一言。皆さんに助けていただいて、無事県外に登れました。ありがとうございます。これで誰も登れる山というのは分かりました。한국에서해뜨는거보기쉽지않죠。산에아침안가니까。그렇지。밤에안가면못보니까。우리는해돋이보러가려면12월말일날꼭가잖아。설악산이나지리산。가본적있어요？그럼많이가지。아그래？1년에한번은꼭가지。12월말일날30일이。몇년만에이번한거예요？지금해뜨는장면은한20년。야이거시기적으로하기야뭐지금은여기는뭐근사천고지가되다보니까그럴수도있지만좀낮은산들은그렇게기온이낮아진거는거는그게드물거든요。근데또일본도뭐여러높은산이있고있다보니까기회가된다면방안에는좀신경을써야될것같습니다。분화구가이렇게크구나，나이정도깊을줄몰랐거든。그나도이렇게클줄몰랐어。엄청장해。이렇게생겼는데엄청있네。분화구가그렇게이제크게를못느꼈는데그냥내가기가죽을정도로그렇게아대단하게넓구나또깊구나이런생각을했죠。근데한국같은경우는그렇게분화구자체가형체만조금유지하지그렇게깊지가않아요。사람이이렇게들어가서다닐수가있고
그런 정도인데 여기 와서 보니까 진짜 뭐 언젠가는 또 폭발할 수 있는 그런 그 분화의 모습이랄까? 그런 것도 느낄 수 있었고 구름이 위에까지 꽉 차서 해 뜨는데 시간이 오래 걸리면 어 춥다 아까 한 2도 정도 되더라고 그러니까 바람 부니까 0도 가까울 것 같아 어 쌀쌀하다 움직이면 괜찮을 텐데 뭔가 6시다리 뭐 저 또 삶을 있어야 해 새끼 가루 위에가 또 하얗고 오리나 보여 진상이 그 바람막이를 한 벌을 준비해줘가지고 그 입고 그거 준비 안 했으면 난리 났을 뻔해 내 생각으로 그래도 바람이 부니까 체감 온도는 꽤 춥더라고요 그날 온도가 진상은 한 0도나 되지 않을까 이런 생각을 했는데 내가 보기엔 한 7, 8도 정도 됐을 건데 체감 온도는 한 0도 정도 이 정도로 분하고 모습을 보니까 그 성해가 꼈더라고요. 땅에 얼은 모습이 이제 모여는 보이는 거 보니까 그러면 영하 정도는 체감 온도가 내려갔다는 얘기거든요. 너버려. 이제 모습 나온다. 구멍 깔아 내 댓글을. 오, 네, 진짜 좋습니다. 대박 있어. 한 4시 반 되니까 이제 해가 뜨기 시작하면서 이제 주위 경관들이 확실하게 보이기 시작하더라고요. 구름대가 딱 바람에 흘러가는 모습 보니까 그 장관이더라고요. 그런 모습은 비행기에서나 가끔 내려다 볼 수 있는 모습인데 직접 몸 앞에서 볼 수 있었다는 게 진짜 웅장하고 신비로웠고 그 자연 현상이라는 게 참 여러 가지 즐거움을 주는구나 이런 생각을 했어요. 대개 이제 동트는 모습 보면서 대개 산행하면은 이제 그 동트는 그 일출이라고 하거든요. 그런 모습을 보면서 대개 원하는 소원 같은 것도 빌기도 하고 이렇게 한국에는 그런 거를 좀 하는 편이에요. 그래서 저는 뭐 그냥 간단하게 산행 그 동행자들 사고 없이 그냥 하산까지 잘 무사히 등반했으면 좋겠다 그 생각하고 또 주위에 이제 일하시는 분들 딱 성공하길 기원하는 그런 소원도 조금 소박하게 빌어봤어요. 아마 이거 못 볼 것 같다. 뭐? 해 뜨는 거? 민아 샷신 다 해줘 있을까? 샷신. 오리류. 갔어. 이끄요. 그래도 해 뜨는 거 보였네요. 응, 다 봤어. 멋있지? 응. 사진 많이 찍었어요? 사진 많이 찍었지. 아빠가 후지산 올라가고 싶다 그랬는데 연습 열심히 해서 오늘 무사히 올라갔다가 이렇게 또 구름 사이로 해가 뜨는 게 보이네요. 이걸로 야 대단합니다. 이제부터 조심히 하산하도록 하겠습니다. 조심해서 하산합시다. 네. 여기는 또 구름이 엄청 많아. 여기 사진 찍으려고. 네. 스고이 쿠모리 오이노니 타이어가네 하오 미세테 쿠레테 嬉しいですね. 야, 수고. 야, 다행이다. 아무도 사고 없이 내려가니까 기분이 좋고. 화장실 가고 싶은데 내려가서 싸도록 하겠습니다. 아래 雪ですかね? 雪. 残ってたんだ. 맞는 셋스 雪. 本当だ. 嘘じゃなかった. 宿の名前は. 하산 후에 먹는 라면이 또 맛있죠. 점심 뭐 먹지? 괜찮아? 올라가는 게 힘들어 내려오는 게 힘들어 오! 컨디션 몇 차 이때 유타 순간 오르막이 힘들지 오르막이 힘들어 천천히 내려갑시다 여유ですか? 조금 体調は 悪いですか? 足を動けば動けるここでもない いや、本人を入れないの? 本人
え、証拠物はあるんですか？감사합니다. 감사합니다. 皆さんおはようございます。ジンです。富士山登って降りてきてぐっすり寝て、次の日私は筋肉痛が来ただけと同じぐらいすごい痛いです。で、お父さんは筋肉痛あんまりないっていう、やっぱり普段から運動してるからすごいですよ。私は今結構筋肉痛がすごくて、階段登ったりするのが結構大変です。これ CBD のジョイントバームなんですけど、筋肉痛を緩和してくれるやつたくさん塗っておきます。이거쓰세요。뭔데 CBD 라고대마효과있는건데릴렉시스효과하고있는거예요。여기가진짜운동제대로된거네。눈을가조금약간통증있네。그다음에여기앞에조금아프고종아리가제일아픈거야。가방이그럼한 20kg 넘게다녔으니당연히아프다。아니야，이번에는그렇게안무거웠어。출발할때는그정도되지。 10kg 안되거나 9kg 정도했을때쏴니기분이좋은데。마사지크림같은뭐그런느낌이든다。 예。 이게대마성분이거든 CBD 라고。 이거합법적인。 금방흡수해서그냥쏴나네。 예。 다리색깔진짜시커거든。 상쾌하다。기대했던것마치등산은어쨌든보람있게했다고생각을해요。내가어렸을때보면은후지산하면은호수에비친그후지산모습이그책자같은데서접할수가있었거든요。 근데그런모습은볼수없었지만은정상에가면은그런호수도보일것같고했는데그거는볼수가없었고어쨌든뭐좋았어요。 정상에올랐을때그자료에서보기에는그사방이그운무가구름이바람에이제은은하게흘러가는모습들이진짜기억에오랫동안남을것같아요。아침이라고해야뭐새벽1시죠。그때는이제일반밥하고도시락으로된준비된걸먹고이렇게했죠。그런데양도적당했어요저한테는。1시간정도자는거로는그래도 충분하더라고。 정확하게1시간정도잔것같아요。자리가협소한데다가서로이제이렇게몸무리를비치기는소리라든지이런것때문에또주위에또늦게또산장에도착하시는분들이런분들또소음관계로인해가지고깊은잠을못잤고그한순간에한시간을그냥세상모르고잤어요。다음날은그냥그래도편하게올라갔어요。그런데그게대기하는시간이그냥길지를안해서다행했는데또좀더있어도해가뜨면또날씨는조금더또온도는올라가니까、네、그랬어요。그래서내가이제준비성이좀없어가지고 멀리오다보니까다음부터는후지산오면준비철저하게해보겠습니다。죄송합니다。 가보고싶은산은많지만은또이제진상도생각도있고오니까그걸또뺏을수는없으니까그래서진상일정이맞는다면은또남알프스라고 또불리는산이라든지북알프스도또얘기소개를하더라고요。자료화면도많이보여지고그런데그거보면은또그것도그대로또신비롭고또도전해보고싶고하는마음은항상있는데제가이제무리하지않는선에서한번기회되면또와보고싶습니다。후지산등반에서는제가생각한거는한 70% 하산까지 70% 정도는체력소모했다이렇게생각을해요。그편했어요。그왜냐면은그게이제등반속도가약간늦었기때문에그렇게된거지한국같으면은아마오르러갈때도그러고내려갈때도그러고아마시간이아마한근한 4-50분은단축이됐을거예요。그러면그만큼도힘들거든요또스피드가빠르면은몸이중량감이있어서좀그어려움이있는데그이번에서는뭐여성분들도많이있고그템포도같이다보니까좀호흡만좀가파랐던것같고몸건강에서는아무이상이없었던것같아요。좀편하게했어요。We'll be right back.
아버님 어때요? 너무 맛있어 웅장하고. 밥도 먹을 수 있으니까. 그래요? 괜찮으세요?